ちは。昨日に続いて荷台から落ちてしまいました。そこの警備員さんとかですね、あそこの人どんが、まあ優しいですね。若い警備員さんは自分のハンカチで保冷剤を包んでですね、血が出よっとにこれ使ってくださいってくれました。しても返しますね。酒のなんも血がついちゃうわけですね。なんか新しいやつなんか買うて、俺になんか買うて、持っていこうと思います。はい、今一番痛いのは左膝ですね。左膝でもその半月板みたいな骨じゃなくて、筋肉のとこが痛いです。あとデボチンと腕の傷はあんまりちょっとだけしか痛くなくなったかな。スポーツはハンドタオルなかったわ。タオルでいいか。右腕と、
寒い頃にですね、あれこの人どっかで見たことあるな、誰やったかも、料理屋さんだと思っちゃうけど、ちょっと寒い頃ですね、ブロック塀の上で寝てしまってですね、ポコポコしとって気持ちよかったもんだから寝てしまって、それからほらけて炭鉱も作ったのが最後ですかね。帰って社長に後ろ向いて降りねえかんぞって言われたっちゃけど、俺後ろ向いて落ちたことあるんですけどね、5回のうち1回を後ろ向いて落ちたんですけど、その時が一番きつかったですわ。ケツから落ちてですね、一時息ができなかったですもんね。その会社に入って教えてくれた人もですね、後ろ向きに寄り寄って落ちて、左腕の肘を骨折してですね、まあそういう人から教えてもらうどころか、俺がなんか一人で仕事してたみたいな感じになりましたけど、会社の上司の人から大丈夫けって言われてですね、血が出てるから大丈夫だと思いますって言ったら、なんか笑ってました。あ、血が出てないと危ないですよね。